さて、当社は昨年12月に電気料金の値上げを申請いたしました。お客様の生活や産業活動にさらなるご負担をおかけすることになる値上げにつきましては、皆様に丁寧なご説明を尽くすことが不可欠と考えております。当社は明日27日、京都府と高浜発電所にかかる安全協定を締結するとともに、当社と京都府舞鶴市との間での覚書を、また府内の UPZ7 市長は京都府との間で確認書をそれぞれ交わされる運びとなりました。基本的には4月からの料金の認可が遅れるとですね、その分厳しくなるわけですよね。しかし我々としてはその分についてそれはできるだけ吸収できるように頑張りたいと思ってまして。